イロクは、クロアチア東部ブコバルスリエム軍の都市及び、それを中心とした、基礎自治体である。セルビアのボイボディナとは、ドナウ川を挟み国境を接している。ハンガリー語での故障であるウーイラクは、新しい場所を意味している。2001年の国勢調査によればイロクの人口は、市外で5897人、基礎自治体全体では8350人であった。 基礎自治体内には、バプスカ、シャレングラド、モホボなどの村が含まれる。イロクは、クロアチアでは、最大のスロバキア人マイノリティが住む自治体である。今日のイロク周辺地域は新石器時代より人が住み始めたとされている。1世紀から2世紀にかけてのローマ時代には、集落や最初のドナウ川の要塞があった。スラブ人が住み始めたのは6世紀のことで、 おそらくアバールがいなくなった後のこととされる。その後、中世ハンガリー王国になるまでこの地は、ブルガリア帝国によって支配されるようになる。12世紀、13世紀以降は、公益都市として文書には、様々な名称で言及されている。13世紀終わりには、ハンガリー王が、ビラク・カストルムを有力な貴族であるチャーク家に与えている。13世紀、 14世紀、イロクは、半独立国である、チャーク・グリンが領有する中世の国、上、スレムの首都であった。1354年以後イロクは、ガライ家のミクローシュ及びパール、そして、コントミクローシュの支配下にあった。その後、ウイラキ家の強力な支配者であった、ミクローシュや、レイリンツが支配する。 ウイラキ・ミクローシュは1457年から1463年まで、ゼンスラボニアの番で、1477年から1524年まで、彼の息子であるレイリンツは、スレムの君主であった。1526年から、町は、オスマン帝国支配下に入る。オスマン支配下時期にはムスリムが多数を占めるようになる。 1566年から1569年には、イロクには238個のムスリムの家と27個のキリスト教徒の家があったとされる。1669年のイロクには1160個があり2つのモースクがあった。1697年、ハプスブルク君子国の軍隊が町を占領した時には、オスマンやムスリム住民は町から逃れた。 ハプスブルク支配時、イロクは、クロアチア王国やハンガリー王国と共に、ハプスブルクの国として、スラボニア王国に属していた。1849年から1868年の間、スラボニア王国はハプスブルクからは、完全に分離されていたが、1868年に、クロアチア王国と統合され、クロアチアスラボニア王国となっている。 1918年、イロクは、スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国の領域となり、その後ユーゴスラビア王国となる。1939年から1941年の間は、ユーゴスラビア王国のクロアチア自治州に属し、1941年から1944年には、ナチスの傀来国家クロアチア独立国に属していた。 第二次世界大戦後の1945年からは新たにユーゴスラビア社会主義連邦共和国のクロアチア社会主義共和国となる。1991年10月7日からのクロアチア紛争時にはセルビア人の準軍事組織が率いるユーゴスラビア国軍からの占領からクロアチア人やヒセルビア人たちは威力の街から逃れているが 周辺の急速な占領からの破壊は免れている。1991年から1995年まで、イロクは、クライナセルビア人共和国の支配地域となる。この地域がクロアチアに平和的に再統合されるのは1998年で、ドナウ川に浮かぶシャレングラド島は未だ、セルビアに実効支配されている。イロクは、ドナウ川の国境や、 河口の街として通過地点であり、クロアチア最東端の地である。重要な文化的、歴史的な遺産も多くあり、ゴシック教会やオスマン時代のイスラム様式の建物の跡など、東西の芸術の違いがはっきりと現れている街として、クロアチアでは興味深い街の一つである。また豊富なワインの生産地でもあり、 毎年9月下旬から10月上旬にかけ、威力を象徴する、伝統的な行事であるドウの収穫が行われる。威力の地元料理や威力ワインであるトラミネル、ブルグンディ、グラセビナは、クロアチア国外でも知られている。ありがとうございます。